皆さんこんばんは。今井次郎です。今日はあらゆる病気を撃退する瞑想法というテーマでお話をしたいと思います。前回の動画では恐怖心の克服と感染防止というテーマでお話をしたんですけれども、その中で反省瞑想祈りが恐怖心を克服し免疫力を高める効果があるというお話をしたと思います。今日は瞑想について少しお話をしたいと思います。このビデオを見てくださっている方々の中には、遠隔地に住んでいらっしゃって、たった一人で、いらっしゃることもいらっしゃると思うので、遠くにいらっしゃる方でもですね、瞑想というものが実践できるといいなと思います。まずこの瞑想の意義について、そして呼吸法ですね、具体的な瞑想をやっていく前に呼吸を整えていく方法があるんですけれども、それについて解説をしまして、最後に皆様と共に簡単な瞑想の実習をやってみたいと思います。まず第一に、この瞑想の意義ということなんですけれども、皆さんはこの瞑想というのは何のために行うものだと思いでしょうか。瞑想というのはですね、一言で言いますと、実在界、つまりあの世の世界との交流ということが目的になってくるわけなんですね。もちろんあの世の世界といっても、地獄の方と交流しちゃうとちょっと具合が悪いので、天上界ですね、天国の方と交流する方法ということが瞑想の目的になってきます。なぜそういうことが必要かと言いますとですね、私たちは本来は霊的な存在、つまり私たちの本質というのは霊なわけなんですけれども、地上にこう肉体を持って生きていると、そのことを忘れてしまうわけなんですね。なので時々この瞑想という手法を用いることによって、自分の心をですね、天上界の波長に合わせて守護霊や魂の兄弟たちと交流し、光をいただくと、こういうことをしてみたいと思うわけなんですね。でそこで、この瞑想によりましてですね、天上界からこう光を受けることができます。この光というのはですね、霊的エネルギーのことをそのように呼んでるわけなんですね。で、瞑想といってもですね、初歩的な段階から中段階、そして、上級者向けの段階まで3段階ぐらいに分かれています。まず初歩的な瞑想というのは、誰にでもできる瞑想で、心の調和を保つための瞑想というふうに名付けられています。2番目の段階は目的を持った瞑想ということで、例えば反省的瞑想とか、あるいは自己実現瞑想とか、こういう何か、自分の心の中に何か目的を持って実在界と交流する瞑想になってまいります。そして、さらにもっと熟練してまいりますとですね、実在界と、直接交流しまして、守護霊あるいは、その他の高級霊と、交流するような段階ですね、こういったところまで行くことができるというふうに言われています。今日はそこまで、行かないでですね、もうちょっと初歩的な段階で試してみたいと思います。でこの瞑想というものがですね、どれほどこの有効なものであるのか、ということについて、今ここに本を持っているんですけれども、ザ・ヒーリング・パワーという書籍が大川隆法先生の著書として発刊されています。その一部を少し朗読してみたいと思います。これは第一章なんですけれども、このように説かれています。できれば自分の本体が霊体だということを知り、肉体の方をだんだん小さく見て、霊体の方が中心なのだということを強く思うようになってください。さらにその霊体も金色の玉のような霊体、欠けることのない金色の玉のような霊体の自分というものを毎日夜寝る前に瞑想なされると良いと思います。自分の霊体は本来神仏からいただいた尊い命であって、完全無欠な金の玉なのだというイメージをできるだけ持っていただきたいと思います。そういうイメージを持つことによって、頭のてっぺんから足の裏まで含まれるあらゆる病気を撃退することができます。そうした金の塊のような自己像が霊体としての本当の姿なのです。
その本当の自分の姿を描く練習をすると、いろいろな病気に対しての回復力、抵抗力、あるいは改善力になってくるでしょう。冬になるとインフルエンザなども流行ってきますが、あれは小さなウイルスなのです。少し悪質な顔をしてはいますが、小さなウイルスです。あんな小さなものがゾロゾロと、来るのですが、これは一応集団漂移なのです。ウイルスはものすごい数で来ます。雲のようにドバッと来て、体のいろいろなところに入り込んでくるわけです。悪性化したウイルスですが、一応漂移です。人にうつしたら治るとよく言われている通りで、他の人に移動したら治るのです。そういう意味では、弱い人が近寄ればパッとうつってしまうことになりますけれども、先ほど述べたように、毎日金の玉のような自己像の瞑想をしていると、そういう悪質なウイルスなども体から離れていくようになっていきます。ゾロゾロと逃げ出していくようになるのですと、このように、書かれているんですね。これの英語版もあるんですけれども、英語が読める人はこちらを参考にしていただければと思います。Amazon なんかで買うことができます。ヒーリングパワーという書籍なんですね。で、今私が読み上げたところで大事なところをもう一度復習したいと思うんですけれども、まずですね、自分の本質が霊なのだと知った上で、この肉体の方をできるだけ小さく見て、霊体が中心だと強く思うようになってほしいというふうに、書かれていました。そしてその霊体もですね、欠けることのない金の玉のような霊体の自分というものを毎晩寝る前に、自己イメージする、瞑想すると良いというふうに言われていましたね。本当の自分の姿を、描く練習をいたしますと、いろいろな病気に対して、非常に、回復力、あるいは抵抗力、改善力になってくるというふうに、説かれていました。悪性化したウイルスというものはですね、これは集団漂移であって、悪質なウイルスもですね、この瞑想をして自分の霊体というものがですね、神から受けた光を浴びてですね、光り輝いている様子を思い浮かべると、体からゾロゾロと逃げ出していくというふうに言われていましたね。それでは次に瞑想の実習の方に入ってみたいと思います。まず瞑想そのものをする前にですね、呼吸法というものを覚える必要があります。この特殊な呼吸法のことを素息観というふうに呼んでいます。で、この素息観というもの、この特殊な、呼吸法を覚えることによりまして、精神統一することが、非常に楽になります。そして例えば自分に何か心配事とか悩み事があって、こう心がモヤモヤしている時、頭が痛い時なんかにですね、この瞑想をやりますと、それだけで、元気になってしまったりすることがありますので、覚えていただくといいかと思います。それでは少し素息観の説明をしたいと思うんですけれども、素息観というのは、このお腹を使った瞑想なんですね。つまり息を吸い込むときはこのお腹を大きく膨らませます。吐くときは、お腹をへこませるわけですね。でまた吸い込みます。吸い込むときはお腹を膨らませます。吐きます。吸い込みます。吐きます。吸い込みます。吐きます。こういうふうにお腹を膨らましたりへこましたりして、吸い込む息と吐く息を数えるわけですね。吸って1、吐いて2のように数えていきます。そしてこの数を数えることに心を集中していくんですよね。そうすると頭の中に何かモヤモヤしたものがあったり、雑念が浮かって心が統一できないような時に、この素息観をやりますと心がスーッと落ち着いてくることがわかると思います。普通人間がこう忙しく生きている時っていうのは、どうしてもこう頭の方を使っちゃうんですね。
なのでこの自分の意識との中心というものはですね、この頭の方にあるんですけれども、速乾をして吸って吐いてというふうにことを呼吸を繰り返していますとですね、この頭の辺にあった意識の中心がだん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 この下の方に、心の方に、胸の方に降りてくるのを感じることができると思います。そしてさらにそれを続けているとずっとお腹の方まで降りてくる、そういう実感ができるんではないかと思います。それでは少し BGM を聞きながら速乾の練習をしてみてください。それでは始めてください。はい、いかがだったでしょうか。それでは、速乾をしまして、少し心が落ち着いてきたところで、これから、自分の霊体をですね、金色の玉のように輝かせる瞑想というのをやってみたいと思います。これは最初、映像を見ていただいてですね、その映像のイメージを心に描きながら、この瞑想曲に合わせて速乾を繰り返していると、だんだんそういうイメージを自分の心の中に作ることができるようになってくると思います。それではやってみてください。
はい、いかがでしたでしょうか。この映像自身はだいたい6分間ぐらいですので、繰り返し、鑑賞しまして、神から与えられたエネルギーを受けて、霊としての自分の霊体が光り輝いているイメージというものを描けるようにするといいと思います。このように心が安らいできますと、あなたを侵そうとしているウイルスも、また病念もすべて吹き払うことができると思います。ぜひ日頃から瞑想を試してみてください。今日は以上にてお話を終わらせていただきます。ありがとうございました。